G7 に参加した菅財務大臣にとっては初めての国際会議でしたが、ほろ苦いデビュー戦になりました。こういう国際社会、国際会議に出てきてもですね、そういう頻繁な変わり方ではとても、そのいくらフランクな話といってもですね、フランクな関係になる前に変わってしまってたのかなと。会議の中で菅大臣は日本の財政状況について、債務残高で言えば金メダルを取れると苦しい台所事情を説明しました。そして来年度予算案の成立後に検討を始める財政再建に向けた中長期の戦略についても説明しました。しかしヨーロッパ各国を中心に話題となったのはギリシャの財政悪化問題。菅大臣にとっては肩透かしとなりました。オバマ大統領が表明した金融規制改革については、行き過ぎた規制を警戒して慎重な対応を求める意見も述べました。ただ気心が知れた仲間で話し合うという雰囲気の国際会議だっただけに、初参加の菅大臣にとっては存在感発揮とまではいかなかったようです。